と思うんですけどね、もうソウルだけで今日はねライブしますんで、なんでなんでなんで、すぐ慣れてる、すぐ慣れてる、後半大体音出てないです僕、別にね。じゃこれ年取ったからこのキャラじゃなくて、もう昔からもうしんどいしんどい言うてる、若い頃からあんまり問題ないですけどね。マイペースにやりましょう。次なんですか、あ次あれです、あそう、僕だってねもう十何年前とかにねやっとったんですよね。まあ当時だとあのオレンジペコーさんとかねガーッ売れてはって、で同郷なんです、あの人はもう大阪 で僕の方が若干早いぐらいなんですけども、同時期にオレンジペコーさんが太陽のかけらいう曲でバーン売れはってね、ガッツン売れはって、その後に僕らが太陽のリズムという曲でね、まあ、そんな売れへんかったよね。そんな素敵な曲を聴いてください、太陽のリズム。
Thank you.
いやいやいや本当にね、もうフルカウントさんもね20周年で、僕らも風呂上がりみたいになってますな。いや言ってますけどもね、そのソウルピクニック今日知ってはる人、ね、同窓会気分でね我々やっておりますけどもね、みんな吹けましたかね、やっぱりね、お客さんも演者も吹けましたな。じゃあなんかポカーンとしてるね、やっぱり。ほんますか。ちょっと忘れてる感じ。あれですか、もう今の風潮には合わないですか、SSP の。こんなんやったっけみたいな。あ、ほんますか。こんなんです。あれって、若干ちょっと落ちてるぐらいでしょうね。あの、元々のメンバーがね、あの、体力的にね、僕ですか、僕だけですか。ほんますか。いやいや。ほんますか。でもまあ、実際全員7キロぐらい太ってるやん。そうや、あれから。あんな太ってね、ほんまにね。これ。あれですか、なんか昔の話とかベタにしといた方がいいですかね、これね、いろんな人に可愛がってもらってね、そのソウルピクニックやってまいりましたけども、あの、まあ、東京とかにもね、お呼ばれすることも結構ありましてですね、皆さん、あのロンドンナイトってご存知でしょうかね。ロンドンナイト、大貫健章さんというね、素晴らしいあの DJ の方がおられるんですけども、がやってはるイベントで、まあ、その、そこに出たら結構、まあ、すごいことなんですよ、出していただくことになりまして、で、まあ、出していただくわけですけども、ちょっと ロックっぽい感じとかパンクっぽい人らが多いよね、イベントの感じというか DJ の感じ。自分ら逃げとったやん。せやねん、めっちゃ怖いというか、ほら怖な感じの人いっぱいあって、僕お酒飲めないんですよ、飲まされた一発でアウトやから、ずっと逃げとって、わしばっかり飲んどったから、ね、わしばっかりと、でリーダーがベロベロなって飲まされて、で本番潰されてあんまりいけへんかったよね、はい、でほんで、まあ、そういうイベント出るということで、これはちょっとぐらいこう俺はもうチャンスやから、ちょっとこびとかなあかんのちゃうか言うてね、でちょっとまあ向こうのこうあの経路に合うような曲をね、カバーなんですけどもやりまして、年甲斐もなく石井愛歌います。聴いてください、ブレイクアウェイ。違う、そんなベロベロのリーダーがね、もうね、今ではもう2児の父親となりましてですね、当時のね、あのキーボードのね、あやこさんと結婚されましてね、今日ね、来てあります、あやこちゃん、あやこちゃん、あやこちゃん来てる来てる、はい、リーダー、服部翔太郎ですね、これね、お父さん、お父さん、のどかちゃんと、いやしかし、いいともはブレへんな、これブレへんか、ずっとこんなんか、だらだら、いいでしょ、ブレへん、いいでしょ、全然大人にならんでしょ、そういうとこ無邪気や、もう若干引いてますけど大丈夫ですか、これ僕のせいですか、僕のフォロー、いいの、お父さんいい、お父さん、そんな曲どうぞ、そんな曲、はい、ブレイクアウェイ。I'm gonna make it.
お店の宣伝とかしてお客さん来てくれはんじゃん。店九条の千代崎っていうとこで細々とバーやってます。イエーイ、バーやってます。お店の名前はハングリーアイです。はい、行ってあげてください。探してください。いや、早もんでね、最後の曲でございますね。なんとか、あ、いえ、ありがとうございます。まあ、こういうね、縁でございますから、以上、こうマイペースに、ゆっくりと SSB もね、活動していこうかなということで、来月にね、11月17日に、京都丸太町のメトロというところでですね、はい、ライブ決まっておりますので、よかったら見てください。ほんまにフルカウントありがとう、ね、ちょっとバテてきたから、ちょっとゲスト呼ぼうぜ。ゲストそうやね、ゲストを呼びでよ、はい、スペシャルゲスト五村正文。再び。誰やねん。酔っ払ってる。めっちゃ酔っ払ってるやん。顔めっちゃピンク色になってるやん。飲んできた。初期のね、サポートのサックスの人なんですけども。まあ、ええわな。ええわな。まあね、ぼちぼちやっていくんで、これからも SSP よろしく。この後も。盛りだくさん、この後もね。そうや。ホットヒップトランポリン兄さんが出ますからね。怖い、パンセ、パイセンが。いますからね。もう今日楽しんでてください。ありがとう。最後の曲、プレイボーイゴーゴー作戦。これにもね、モテてた時代あったな。ああ、やりまくっとった。やりまくっとった、あの時は。ああ、懐かしいな。あの頃は懐かしいな。I'm just a playIt's me! I'm just a pretty boy!